GM チャンネルスタッフ。ゲームマーケットがお送りする GM チャンネルスタッフ動画です。今回の担当は私大山んと担当みやことおいちゃんです。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとですね、はい、前回の配信したシャープ6からちょっと期間が空いてしまいまして、はい、だいぶ空きました。そうなんですよね。ちょっとあの配信も収録も実はですねちょっと期間が空いておりまして、申し訳ないです。何があったかというところでですね、はい、実はですね、はい、エミリー wants to play の、はい、ゲームデータがぶっ飛びました。申し訳ないです。申し訳ないです。すいません。やろうと言ってパソコンを立ち上げた、はい、おいちゃんが顔を真っ青にしておやまんデータがないんだよデータがないんだ、どうすりゃいいんだよで、まあ、我々もね、はい、いやもうじゃあデータがないのはもう仕方がないというので、もう我々で協力してもう一度一からやり直しましょうと言ってたんですけど、はい、なんとですね、僕はそれがちょっと経ってから、はい、僕はケンタロウが、あのね、うん、今日は映ってないですけど、ケンタロウからね、僕はおいちゃんから電話を受けたのを聞いてまして、はい、彼がすごくびっくりしてたんですよ。何が起きたのかと聞くと、大山、まあ、おいちゃんがノーミスでこの間のとこまでクリアしたとゲームが復旧したという報告を私受けましてじゃあもう我々いらないじゃないかと彼が一人やれんじゃないかとそうだ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 言ってたんですけども、やっぱり彼は我々にやらしたいと、我々にいうことで、まあ今回はこのようなメンバーで進もうというところでございますが、今回ですね、はい、ついに念願のみやこちゃんがエミリーオンツでプレイに、あの初登場ではないんですけど、初登場ではない、まあ、そうですね、前回はあのケンなんとかっていう、あの変な人ちょっと彼はあのなんか一人でね、あのクリアしたってちょっとね、なんかちょっとおかしな事故が起きたんですけど本当にあの時にねやる予定だったんですけれども、ね、まあ初登場ではないですけど初挑戦と、初挑戦いうところ、皆様からもねぜひみやこちゃんに一回やってほしいと、そうですね、いうご意見いただいたので、はい、今回はね、あのエミリーオンツでプレイのプロの私とパン君が、まあ、指南役として、彼女に、もちろん、どんどんコツを教えてやりたいと。はい、おいちゃんは？おいちゃんは？まあ、別にいいです。なんで？やはり、なんで？プロといえば私とパン君。そう。彼はちょっともうおかしいです、彼は。彼はおかしい。おかしいですね。プロじゃなくておかしい。もう次元が違うんです。まず、ね、今回は、みやこちゃんにぜひやっていただきたいというところでございますので、はい、どうですか？ちょっと一言いただきたいなと。はい、みやこちゃんから一言、はい、お願いします。一言、操作を3分前ぐらいに聞いたので、はい、本当にぎこちないんですが、はい、視聴者の皆さん優しい、全然そんなのも、はい、できるだけ頑張ります。よろしくお願いしますお願いしますお願いしますでは早速コンティニューのボタンを押してくださいね。はい、まあ、注意があってですね、うん、おいちゃんさんから、うん、間違ってもニューゲームを押さないでください。間違っても間違っても押す、いいんですよ、別に押しても12時からやり直しなだけですよ。いや僕は30分で戻る自信がありますから投げますよそれ、投げますよそれ僕らは何にも言い返せないです何にも言い返せない、はい、もちろんです。じゃあ行きます。はい、お願いします。結局確かカウントから始まるんですよ、ね、そう、前回謎のカウントダウンがね、それが何なのかが分からない、私も全く分からないんですよね。もう臨戦態勢ですよ、ターンはおい何も出てねえよ。いや、懐かしいな。おいおい扉待ってください、扉どうやって開けるんですか。おいおいおいうわぁうわぁカウントダウン、怖い、怖い、カウントダウン左クリック。はい、電気つきました。おお電気がついたんで、とりあえず見渡せるようになった。見渡せるようになりました。見ないと、みやこちゃん、見ないと、みやこちゃん下見てないと、見ないと、下見ないとやばいよ、下見ないとやばいんじゃないこれ、下見ないと、下見ないと、下じゃない、それじゃないか。あータグちょっとうるさいな。えなんすかおやまさん、待てすか。どうすればいいの逃げるんだよ、逃げるの逃げるよ。どこに逃げる。いやこのカウントダウンの間に、うるさいなもううるさいうるさいな。え
すればいいの、どうすればいいの、ちょっと待って、パソコン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 関係ないよね、パソコン関係ないよね、今ね、今パソコン関係ないよ、パソコン前ついてなかったよ、何が、何が、何が、どうすればいいの、わかんない、わかんない、あと10秒、あーやばいやばい、待って待って、あと10秒、これ何をすんの、何をするんですか、何をすんの、これ何をすんの、何をすんの、うまいな、この人、わかんない、わかんない、わかんない、3、2、2、1、何が起きるの、おお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 お、なるほど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 、そうなると、そうなると、そうなるんですな、カウントダウンがな終わるまでに何かをしないと我々が一番怖がっている彼女が出てくると。そうですよ、出てきちゃいますからね。あのもう僕こうね、収録ちょっと置いたじゃないですか、はい、久しぶりにやったんですけど、やったやったっていうか見たんですけどね、あ放送も ね放送もね見たんですけど、で実際こうね今みやこちゃんのプレー見たじゃないですか、はいはいはい、怖いっす慣れないんですよね、慣れないです、見れない、結構初めてちょっと強めに言われたんですけどね、タンクうるさいあのね、もうあれなんですよ、僕もね、こんなに大きな声で言いたくない、別に叫びをこんなに大きい声で言いたくないんですよ、本当はもっと静かにね、怖いとか小さな声で言いたいんですけど、もう出ちゃう声がね、うん、これ本当に進めない多分今プレイした半分ぐらい画面見てないです、はいはい、ずっと下向いてましたね、そうですね、まさかですよね、タンよりもひどい、タンさんよりもタンくんよりひどいこんなことよ、あのね、みやこちゃん言わないよ、はい、タンよりもひどいって、タンの口から超本人から言われますからね、みやこちゃんこれどうすりゃクリアできますか、ちょっと考えてみましょうよ、カウントダウンが終わるまでに、うんうん、何をする、彼女を見つけ出す、あ、え、見つけんすか、でもね私ね有益な情報を一つコメントで見たんですよ、私ありがとうございます、何ですか、あのね4時になった瞬間、はい、電気つけろ電気つけろと私は願ったというコメントを私見ました、でも前回ケンタロウさん電気つけませんでしょ、いやあの人ちょっと何も分かってないのでかの彼つけちゃったんで、そんなことないでしょ、別にちょっとは分かんない、ね、電気つけろ電気つけろって願ってたっていうコメントを私見たので、ひょっとしたら電気をつけちゃいけないんじゃないかと、私今電気あれですもん、懐中電灯つけなかったので、ね、でも部屋の電気あれついてました、ついてなかった、ついてなかったですよね、はい、あじゃあ別にいいんか、え、でも電気ってどういう、その部屋の電気なのか果たして懐中、ああ、わかんないですね。電気っていうんですか、懐中電灯の光もその電気に含まれるのかっていう。真っ暗じゃないといけないのか、懐中電灯ならいいのか、ちょっとわかんない。みやこちゃんは今さっきあれですか、あの、懐中電灯で。懐中電灯だけで。ってことは、懐中電灯、電灯って言っちゃった。懐中電灯懐中。僕、風邪あんま良くないです。なしでやってみますか、一回。真っ暗。真っ暗、懐中電灯なしでですか、だって電気つけろ、あ逆に全部電気つけた方がいいんですかねえ、分かんない、じゃあそのね、いや、はい、ちょっとこう言ってしまってはなんかちょっとあれですけど、はい、あの彼が嘘ついてるかもしれないですよ誰ですか、分かんないです、あのコメントをね、コメントされていただいたね、はい、彼がどうか分かんないです、はい、面白いと思ってそういうコメントをしてるのかっていう、でも、はい、確かにかそうかもしれないですけど、でも最初やっぱり部屋を明るくしてないと対策も寝れないと、うん、そうですよ、ね、真っ暗のままやっぱり行っちゃったら、うん、なんか見えるものもひょっとしたら見えないかもしれないじゃないですか、そうですね、なのでちょっと分かんないですけど最初明るくした方がいいんじゃないかなと僕思うんですよね、あでそれで何かしらやっぱりああ暗くないとダメだってなってから暗闇にする方がいいんじゃないかな、はいはい、じゃあもう最初はもうつ今からやるってことになったら、うん、あの全部電気をつけて回ってあのこうで様子見した方がいいんじゃないですかなと、でそれでもさっきみたいにカウントゼロで襲われる場合があるんであれば、うん、今度は消した状態でやった方がいい、多分分かんないですけどね、はい、大山さんのなんとなく、展開でございます、はい、はい、で一回明るくしてちょっとみやこちゃん、あやるのは私なんですね、もちろん今回我々やらないですよ、やるのは指南役っていうのは当たり前ですね、もちろん実行はしない、口だけしませんか、コンティニューしませんか、僕はあの本当に心がけて静かにします、はい、はい、そうですね、あの前あのコメントですね、うん、あれ一部ですよ、一部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 というかまああの
まあ、あるコメントに、はい、ちょっとうるさすぎると。あまりに。僕ね、久しぶりに今、プレイして、はい、タンゴこんなうるさかったっけなと思って。いや、ね、もうね、怖いもん。そうね、怖いの。怖い。怖いですよね、これ。怖い怖い。あのね、数字と暗い目が一番怖い。怖い。今は。怖い。あー、おいちゃんが、コンティニューボタン押しました。コンティニューボタン押しましたね。じゃあ一回まあ、明るい状態で。電気つけるのは、右クリックでいいんですか？左クリック。あ、左クリック。わかってんな。左クリックでもうボタン押せばいいんですね。あれ？右クリックって何でしたっけ？右クリックか、右クリックでドア開けたりとか電気つけたり、左クリックで鍵入れる。右クリックです。右クリック。おおおお、電気はい、つきました。あ、カード消えた。え、いやいやいや、何、みやこちゃん、みやこちゃんなんでマウス払いしてんの。ちょっと、マウス何やってんの。いや、よ見ないでちょっと。いや、なんか、電気つけた途端に、下のカウント消えたんで嫌な予感したんですよ。だから、マウス離したんですけど。え、どういうこと？電気つけたら強制的にゼロになるってこと？じゃないですかね。だから多分、電気つけないで、懐中電灯だけで回んなきゃいけないってことですよね。嘘だよ。そうかい？そうかい？じゃあ、もう一回やってみますか？あ、もう一回じゃあやってください、じゃあ。やってみますか。いや、でも僕、彼女には会いたくない。やってみますか？でも確かにそうかもしれないですね。そうだね。だからそれをじゃで、みやこちゃんがこう見なきゃいけないってことだよね。さっきのね、一回ミスっちゃったから。うん、一回ミスったからね。あ、で、あれどうする？コンテニューで、懐中電灯のみで行くと。はい。なので、これは一回目と状況は変わらないので、はい、この懐中電灯つけた状態でゼロになる前に何かをしないといけないと。何かをしなきゃいけないですね。あれ、ホワイトボード。台所。どこですっけ？なんか右の方、ペッて行ったとこ。うわぁ、分かってるもんな。右ペッて、ここですか？こっちじゃないです。いや、こっち？左です。あ、間違えた。で、懐中電灯返して、で、そこ左。左の方、もっと左の方。その、今見えてる扉。こっちですか？そこ。ごめん。この部屋で、ホワイトボードに I hide you seek in the dark。どういうことや。おお、なんか聞こえるよ。暗闇の中で私を探して。おお、探すんかい。お、よく英語わかりますか。いや、なんとなくニュアンスでそうかなーって。そうです。なんでこんな冷静な口になるんだよ。でも、このホワイトボードいつも嘘ついてるんですよ。あ、なに、え、いつもこれ逆書いてるでしょ。おい、 I hide you seek。 この声何この声なの。え、ちょっと待って、なんか鳴ってる。なんか鳴ってますよ。俺しか聞こえないのこの声。音違う、なんか鳴ってる。なんか違うのこれ。え、待って。おー。今、みやこちゃん、タンクうるさいよね。うるさくないよ。違うんだって、怖いんだって。無理だこれ。おー。何すんの。マジで何すんの。教えて、今すぐ視聴者の方教えて、コメント、今すぐコメント書いて、早くマウスを出せよ、止まるから。いや、無理、コメント。ちょっと、なんかしないと。あれ、いける？進める。今、すみません、大山さんがプレイしてますよ。皆さん、私マウス離しちゃいました。飛び跳ねた。え、どうすればいいんだ。分かった方いますか。いますか。わかりますか。わかりました。タンクなんていうものは多分今なんか鼻水たりされてた。彼は分からない。衝撃で垂れちゃった。涙も出ちゃった。なんでだよ。これはどうですか。とりあえず、あのホワイトボードのメッセージはいつも真逆書いてるんですよ。真逆のこと書いてるんですよ。はいはいはい。ってこと、それを反対の意味で僕らは考えなきゃいけないってことですか。そうですね。なんで書いてありました。 I hide you seek. どういう意味ですか。 In the dark なんで、はい、暗闇の中でなんで、その逆を言うと明るい時ところに、はい、明るいと
私はお前の後ろにいると。はいはい。あ、じゃあだから電気つけたらいるんですか。だから電気つけたら本当に似てるんですよ。じゃあ暗いうちに。ちょっと待って、あのボードに書いてるのは、はい、私は暗い時お前のすぐ後ろでお前を見てるとい いうふうに書いてるんですよ、はいはい、で追っかけてるわけじゃなくて、もう後ろにもずっと、もう多分、あ、そういうことだから、そう考えると怖え。そう考えると確かに、そう考えですもんね。僕らがね、まあ僕プレイしてないですけど、逃げ回ってる後ろにずっといる、ずっといてる。え、でも、さっき暗いとこで終わりました。僕はちょっと目閉じてたんで分かんなかったんですけど、さっきどうなってましたかな。さっきは、はい、美穂子ちゃんもね、顔隠してやってましたけど、さっきどういう風になってました、うん、最後襲われる前です。カウントダウンが終わった後、しばらく操作できましたよね。もしかしてその間に何かするんですかね。いや違うでしょ。いやさすがに。まあまあ、あのメッセージを紐解くと、はい、暗くしてるとやっぱり出ねえと、ああいうことなんで、もしかしたらその暗闇に、あ、でもずっと行ってもダメなの。懐中電灯やめましょう。え、懐中電灯いるかい。懐中電灯はそうですね、じゃないと本当に真っ暗です、ね、じゃあもう一回とりあえず試してみましょう。試してみます、うん、いやー声出ちゃうもんな。もうちょっと抑えます。口抑えてます、うん、ちょっと抑えてて。マジで抑えてる。本当に物理的に抑えてる。俺、うーんとかしか多分言えなくなっちゃいますけど大丈夫ですか。それで十分です。聞こえるので。聞こえるので。あ、はい、すいません。うわっ、結構だよな。だからこっちって行きましたっけ。え、何この部屋。あ、ちょ、あのね、モニターね、前なかったんですよ、あんなモニター。そうなんですか。うん、あれ、なんか鳴ってんじゃん。調べられます。ちょっと待って、声がなんか、あの、ちょいちょいね、あの、タン君の腕がぶつかってくるんですよ。ちょっと集中してください。僕ちょっと静かにしてるんで。あれは、あの、首吊り少女なんかどうなんですか。あ、首吊り少女か、あの広い部屋にいた首吊り少女か、地下あ、地下じゃないですか。地下、だってほら、女の子が常に我々の後ろにいてるってことは、どうやって、はい、違う、なに違いました。もうやめてくださいよ。え、これ何、これ何、これ揺れてる、あれ何、え、何あれ、あれ何、おい、え、行くんだ、行くんだ。赤いやつ、カウント増えた。え、ほら、70秒。え、どういうこと。あ、え、彼女を見つけないといけないってこと。見つけないといけない。え、どこにいるの。マジで、それはないでしょ、マジで。じゃあ、早く、いろんな部屋、いろんな部屋行って、どんどん行って。ちょ、今54秒。ちょ、近づくの、怖い。増えた。あ、じゃあやっぱエミリー探さないといけないんだ。攻略方法見つけました。俺ちょっと静かにしますね。はい。多分、おっと、怖いな。ですね。多分、この、1時間、過ぎるって6分、ゲーム内では6分じゃないですか。1時間なんですよ。はい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 、で、この、6分間。はい。6分間で、今秒数増えてるじゃないですか。はいはいはい。もう見つけるんですよ。こっちさっき見たんですよ、ね。わかりますか。そうですね。意味わかりますか。みやこちゃん、そうっすよ。おいおいおい。みやこちゃん、台所なんか行ってるの。台所、あれ、台所でしたっけ。無視ですか、僕の意見は。いや、聞いてますよ。あ、ここ。いないかな。無視かな、これ。電気はつけちゃダメ。電気はつけちゃダメ。ここいないっすね。本当に聞いてないよ、この二人。俺の。あと30秒ですよ。あ、いた、素晴らしい。これでも終わりかな。近づくの怖えよ。あ、終わり。え、まだ。まだあるよ。台所。あ、こっちじゃない。どこ。さあ。いや、左振り向いて。振り向いて。行き過ぎ。全然行き過ぎ。よし。ガンガン行き過ぎ。あ、そこの右の扉。右。こっち。怖いよ。怖い。そこ。あ、いたおお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 お
そうそう、奥左左左、怖いっすよ。左左左、違う、あの白猫ちゃん出てきたとこ、あ、ここ左左、優しく言ってください、優しく、ここ左、あ、そうそう、怖いから、
この部屋違うね。あ、じゃあ元戻りましょう。元戻りましょう。ここ開きまへんわ。ここ開きまへん。ここ開きまへん。ごめんなさい。無理無理無理。もう静かに静かに、もうね、怖いから。リビング戻ってみましょう。一回戻りましょう。一回戻ってみましょう。で、ここはちょっと周り、右見渡してください。右。そうですね。いませんね。はい、OK。はい、クリア。クリア。ノークリア。ここもいない。はい、じゃあ次の部屋。左の方、左の方。はい、そっちどうか。あ、こっちさっき行ってました。そうですね。じゃあそっちかな。ここかな。あ、でもここさっき見ました。ここ、その小部屋は、このクローゼット。左、左、左。やばい。あと20秒。ここいない。いない、いない、いない。戻って、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 戻って。早く戻って、早く戻って。20秒。あと、やめます。お願いします。あ、15、ここ14、見た、見た。12、11。え、ちょ、どいない。いない。いない。9。嘘でしょ。8。いやー、なら。どこ、ごめんぞ、ごめんぞ、早く帰って。どこにいるの、どこにいるか、ごめんぞ、帰って。ごめんぞ、帰って。ちょ、待って、俺じゃないでしょ、絶対。でもエミリーを見つければいいってことが分かりましたね。6分間見つけないといけないんですよ。あ、そういうことか。はい、多分。でも最後どこにいたんだ。75秒なんで、はい、6分かける6回っていうのは360秒でしょ。はい、でそれが1回75秒かからない、はい、だからそれは多分、うん、ぴったりやっちゃうとこう探す時間もこう要は。でも彼女を何5回見つけないといけない。多分わかんないですけど、ね、今何回見つけました。3回3、4回くらい。いや僕に OK かどうか聞くんじゃないです。クリアしなさいよ。 OK ですかじゃないよ。クリアしなさいよ。一番簡単なんだよ4時が。え、そうなんですか。え、まあ、及川さんのね、あ、やべ、及川さんですって言っちゃった。及ちゃんさんのね。何回間違えてるの。何回。いいよ、何でもいいよ。名前はもういいよ。あの、及ちゃんさんと僕らの基準で、あの、及ちゃんさんの簡単は僕らの激ムズなんで、はい、あの、同じあの戦場に乗っけないでいただきたい。同じ戦場で戦えよ。もうちょっとこう、下で見ていただきたい。ダメ。まさかの、まさかのまだやると。私ね、もう終わりかなと思ったんですけどね。はい。ですね。じゃあ、もう一回行きますか。いやー、みやこちゃん、やっぱ勇気があるね。ね。うん、僕なんか、そんなもうマウス持てないですよ。いや、もう、さすがにカウント切れたら怖いです。さすがに。そうですよね。単なるもう本当に、部屋に入ったら一瞬で見渡してクリアってなったら次の部屋に。そうです。どんどん行くと。さっきなんか。もう、視聴者が言おうがなんだろうが、僕は知ったことじゃないと。さっきと出る場所ランダムなんですかね。ランダムでしょうね。うん。大山さんもう大きな声でさっき逃げとか言う。怖いから。いないです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 。次行きましょうよ。次行きましょう。クリアですね。じゃあこの秒数が、はい、あの何ですか、こう。進んでる時は別にエミリーさんは襲ってこない。来ないですね。ゼロにならないと。ゼロにならないと。話来ないんですね。俺ようやく今画面見てますね。ね、今、ゼロになるまで来ないって分かってれば。そうです。別にそんな怖くないですね。ね、ある程度、はい、まあ暗い部屋を進む。いや、でも僕暗いとこちょっと怖いんですよね。あ、本当ですか。僕も怖いですよ。ね、暗いところ得意な人あれ。それはまあいるんですよ、世の中には。うん、暗いところが。いないですよね。やばいよ。ちょっとやばいんじゃない？ちょっとやばい。今ちょっとやばい。そうね。早く探さないと。あ、いない。クリア、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 クリア。そこ開かない。そこ開かない。そこ開かない。おっと。早く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 。あ、ちょっとやばいよ。やばいよ。じゃあ無理っすね、これ。左、左、左目、左目。いやいや、まだ、まだ大丈夫。まだ大丈夫。そこ入って、そこ入って。ここ！ここにいる。多分、多分いるいる。もう決め打ち、決め打ち、決め打ち。いない？嘘でしょ？嘘でしょ？やめてくれ！やめてくれ！やめてくれ！いい！その部屋、右奥！右奥！まだ猶予、猶予タイムあるから！左、左、左！まだまだ！まだこっちよ！こっちじゃないでしょ！あはははは！違う！ダメだ、さっきよりできなくなっちゃった。ごめんなさい。違う違う、あ、まあ、みやこちゃんが謝る必要はないんだけど。そうですよ、このゲームが。大山さんが自分がプレイするより怖い言い方が。ごめんなさい、すいませんね。私、悪意は全くないんですけどね。そうです、そうなるのもわかります。わかります。あのですね、はい、僕とね、タン君なんていうものは一度もまだ
クリアをしたことがないでしょ。うはい、もうここいらで一回クリアしようと思うんですよね。はい、もうぜひ頑張っていただきたい。宮部ちゃん、ちょっと一回私やってもいいですか。はい、さすがやっぱり大山さん。はい、僕ね、あのちょっとね、タン君とは違うぞっていうところ、やっぱり一回ぐらいそうですよ、やっぱ見せないとやっぱタンとは違うぞっていうのは、もう WSD ですよあれプロですので大丈夫、大丈夫分かっております。プロですね。これはあれですか、カウントダウンが始まるまではあの子はかくれんぼ始めないんですか。始めないみたいですね。じゃあ最初のこのお時間はただ怖いだけの、ただ無駄な時間と、うん、この絵でも見てりゃいいんでしょおい、びっくりした。怖いでしょ。うん、怖い、怖いでしょ。これ横で右とか言われたら怖くないですか。絶対叫ばないでください、怖いから。大きな声出さないでください。あー、びっくりした。ちっちゃい音でびっくりしてるから。みほちゃんね、この数字、このカウントの時は、はい、あの女の子襲ってこないんでね。そうですね、僕ら静かにしてる。静かにしましょう。はい、クリア。やっぱあれですね、小山さん部屋把握してるんでね。そうですね、すプロフェッショナルなんでね。プロフェッショナルですね。ここもクリア。プロフェッショナル、やっぱりあのボタンの位置ちゃんと聞きます。あれ、どこ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 行ったらいいの。あれ、わからなくなった。どこどこどこちょ待って、ちょどこ行ってない、どこ行ってない。まっすぐ寝室行ってないね。寝室、はい、ここどこ、この部屋やった。あ、キッチン、ここどこ、あ、キッチン、あ、最初の部屋か。最初の部屋ですね。え、寝室どこ、寝室どこ、どこ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 。大山、はい、待て待て待て、寝るとこどこ、寝るとこ、寝るとこ。大山、待て待て、わからなくなってきたよ寝るとこどこ、寝るとこあれ、おねんねするとこ。大山さん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、大山さん、寝るとこどこ、寝るとこ、待て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 、お休みの時間ですよ。シャレにならん、シャレにならん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、寝るとこどこ、あ、そっちか。まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫だよ。あー、ここじゃなかったよ。ここ、ここクローゼット、あ、違う違う、間違えちゃった。じゃあ、あれか、バスルームか。そうだ、もう一回もすぐだ、すぐ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 、いける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 、いける、小山さん、いきますよ大丈夫大丈夫、みんなは信じてます。ないんだ、もうコメントもバーって入ってあります。そこ行かないんだ、いけるいける、最初はもうドアがあります。クローゼットも行きますよ。もうさっき把握したチリは大丈夫、はい、もうそしたらもうゴー行くしかないんですよ。大山さんならできます、はい、視聴者の皆さんも期待してます。そこで合ってます、キーボード、はい、タンとは違うところを見せるんでしょ。タンとは違うところを見せるんでしょ。もうここで見せるしかないでしょう。はい、さあ行きましょう。もうここでちょっとチリを把握しましょうよ。おーおー、びっくりした。タン君顔も、はい、タン君顔も出てないのによくそんな喋るな。プレイもしてるやつが。でやっぱこれ出る場所ランダムなんですね。ランダムですよ。え、ここにもう他がないですもんね。私最初ここで見つけましたもん、ね、それを最初に見つけたの誰ですか。ん、私です。そうですね。そしたらリラックスしてるのあれ何って言わなかった。私そのまま通り過ぎてましたもんね、うん、やっぱりそれは感謝でしかないですね。そうですよね、感謝でしかないです。そうでしょう。まあやっぱ大山さんがいたからエミリー動画やっぱ続けられたっていうの。あー、いたよー、タンク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 見つけ、おお、来た、消えたよ、消えた。で、あ、増えました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 、はい、クリア。あ、いた、おお、おお、いけないよ。おーおー、これ近づくの怖いよね。いやー、わかりますわかります。えらい怖いですよこれ。あ、もうね、大山さん、はい、えらい怖いですよ。えらい怖いですよこれ。もうオウム返しで言っちゃいましたけど。ここ、ここいる、ここいる、いない、クリア、クリア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 。あ、もう今シャープ6までこう配信してるじゃないですか。はい、そうですね。ようやく俺画面見てきました。ついに見れるように、ついに見れるように、見れるようになった。ダン君レベルアップと、はい、この部屋広いですね。ようやくレベル1と、もうまだ1か、まだ、まだ1です。ここどこ？何この部屋？あ、こう一番最初来たところです。一番最初来たところ。ここじゃない。最初の部屋。クリアクリアクリア。あれどこ？じゃそこ、キッチン見に。キッチンどこ？え、違う、あの寝室、寝室、寝室どこ？え、でも寝室さっき見たけどいなかったです。いなかったです。え、嘘？あ、じゃあバスルームか。どこどこどこ？バスルームどこ？出ていくの？小山さんまだ20秒あります。冷静に、冷静に。ここかい？違うね。そこ切っちゃうでも、さっ、あ、今どこ、バスどこ、お風呂どこ。待て待て待て、こっち、こっちか、あ、こっちか、こっちか。あ、じゃあ、そこ寝室、ここが、そこバスルーム、バスルームです、そこ。え、いない、どこどこ、どこにいんの、嘘でしょ。で、あ、どこにいんの、ここ。マジか、マジかよ。あ、いた、いた、うわー、正面から来た。まさかの
まさかの照明。今までで一番怖かった。ごめんなさい。もう無理です。はい。もう無理です。あの、二段活動より怖かったっすか？もう無理です。もう本当に無理です。史上最強。大山さん、よく頑張りましたよ。頑張りました。大山さん。OK じゃないですよ、大山さん。大山さん、よく頑張りました。ね、もうここ、やっぱり、こっからやっぱり、もう、できるやつがやるってことなんです。やっぱり最初にもう見つけましたよね。大山さん、あの、エミリー最初見つけたじゃないですか、はい、人形。はい。ここで、やっぱり、登場していただきたいと思います。タングです。初登場。こっからやっぱプレーです。誰だと思いますか、大山さん。タングです。そう、そのプレイヤーとは、みやこちゃんです。なんでですか。これでよ。一回くらいやれよ。一回でいいんで、一回でいいんで。そう、一回でいいんで。まずね、あの、やっぱこう、見ないといけない。そうですね。そう。さあ、どうしますはい。これ左とます。タン君どうぞ。わかったわかった、俺やりますよ。でもタン君、ここで多分簡単ですよ。あ、簡単。大山さんに言う簡単と僕の簡単は全然違う。一緒でしょ我々。待って。我々一緒でしょ。どんだけ低いところにいるんだよ、お前は。はい。おい。最低限だ俺なんて。僕より低いってとんでもないですよ。一緒でしょ。タンクでもチャンスですよ、ここは。ここでクリア1回でもしとけや、大山なんかより違うと。これ、ドア開けんのって何すか？右クリック。右クリック右クリックって、右ってどっちだよ。あ、俺、これ右か？お箸持つぞ！いや、違う、あの、マウスの、右、薬指みやこちゃんの薬指と僕の薬指で違うかもしれないよ。タンクもう50秒しかないよ。あいつどんだけテンパってんだよ。あ、これで戻っていけば大丈夫なはずです。本当に？タンク、この辺クリア。クリア？どんどん先。ちょっとみやこちゃんちょっと教えてあげて、教えてあげてください。そこの扉行きましょう。あ、こっち？そっち行きましょう。こっち？そっち行って。クリア？広く見渡していなかったらクリア。していなそうなのでそっちの扉行きましょう。こっちも行こうね。ゆっくりこの。やばいやばい。ね、お、いたんじゃない？あ、いた。これ近づいてんの？もうどん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 。あ、ちょっと待って。お、いる。大丈夫です。カウント増えました。ほら、すごい画面揺らしよ。で、クリア？ここクリア。はい、クリア。こっち行ってみよう。どんどんもう、タン君もう立ち止まらなくて全然構わないので、はい。どんどん行っちゃっていい。もうボタンは押しっぱなしで。あ、で、右、すぐ右。あ、オッケー、いない、クリア。はい、クリア。じゃあ、ね、左の扉に入ると。俺なんかようやくゲームやってる気がする。そうでしょ。これなんかいけるでしょ。いける。で、その左のその、はい、左の扉、左。左こっちだよ。え、その右、これの右、これの右、これ右、これ、これでいい。はい、これ右、これ、これ。右で、いない？いない？いなそうですね。いない、クリア。はい。これ。じゃあこのバスルーム、この右。これ、はい、これ。バスルーム。いない。あれ？いない？クリア。奥の部屋行きましょう。奥の部屋？ちょっと待って。奥ってどこ？この部屋です、この部屋です。右。あれいないよ。え？嘘でしょ。ってことはどっか見ようとしますか。おい待って。戻って。戻んの？怖いよこれ。どっち。右。よちょっと待って。まだいける。猶予タイム。待って。怖い。右。こっち。今の暗闇、時計進んだやつかと思った。時計進んだ。タグマイク蹴ったな。嘘。めっちゃすごい姿勢になってますけど。ソファーずれたみたいになってますね。おしゃい。でもね、すごかった。あのね、ちょっと俺本当にエミリープレイしてる気がした。いけるでしょこれ。これね。ちょっとね、楽しいかもしれない。でしょ？ここいけるでしょ？もう、シャープ6まで配信してますけど、はい、ようやく俺、エミリープレイしてる気がする。ここをね、ここで初めてちゃんとなんかやってる感が。なんかね、ちょっと楽しい。ね。じゃあ、次回。この楽しさを。何次回って。やるいいですよね。まあ、じゃあ今回締めましょうか。いいですよね。今回はね、でもある程度、やっぱり、収穫はあったと。いろいろ分かった。やることは明確になったので、次回、バッチリクリアすると。頑張ると。いうことでよろしいですね。よろしいですよね。いいでしょ。いいです。大丈夫。OK。ということで、
今回は結果になりました。うん、収穫ありということで今回は大成功というところでございますので今日めっちゃ終わりたいみたいなずっとおいちゃんさんに丸出してましたからね。丸出してましたから怖いもの怖いもの、あの前に出すぎて僕らこう横からコメントできないすいませんね、ちょっと怖い。いや、いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ、わかります、わかります。でも僕たちはあなたたちの仲間ですよ。そうですよ。そうでしょ。僕なんかもう このね、あのプレイの中でもプレイヤーの中で言えば最底辺とか言うあの僕、右とか言えないです。まず画面見れない画面見れない。それでね、僕大声出してるでしょ、はい、それでまたうるさいって言われるでしょ。そうですよ邪魔者でしかねえだろやっぱ終わり方的に気持ち悪いからちょっと。え？あ、おいちゃんが神が来た。神が来た。いや、そのマウスをよこしなさいよ。これじゃ終われねえと。これじゃ終われないと。じゃあこれじゃ終われねえってことは、分かった分かったお前らと、うん、俺らがクリアしてやるよつ、うん。でもこれもうおいちゃんさんがね、うん、やってますよ。今彼は自らね、この恐怖ゲームのマウスを。手に取りましたよね。おかしいですよね。いやもうね、僕らのプレイがね、見てられねえっていう。そうですか。そうですね。僕さっき精神的に追い込まれたから自らマウスを手に取りましたけど、精神的に追い込まれたから僕なんか聞き、はい、はい、はい、いいじゃないですか。彼のね、プレイをちょっとじっくり見ましょう。そうです。これ皆さん画面酔わないプレイで。そうですね、画面酔わないですね。真ん中に白い点置かなくても見れるタイプ。あのね、でも僕はちょっと嫌な予感してますよ。なんですか？彼はあの例のところに行こうとしてるんですよ。いや、してないしてない。いや、でもね、今回真後ろに我々の今まさに真後ろにいてるから多分下に降りてもいないんですよ。あ、だからこのちょっと、あ、いや、多分真後ろにはいないですよ。いないの？そういうこと。このシュノーケルみたいなシコシコ言うてるの、え、これエミリーさんの声じゃないですか？いや、そうでしょ。これがエミリーの声かは僕は分かんないですけど。そうですよ、だっていきなりだってシコシコ言い出したら、もうね、酸素ボンベみたいなね、うん、あの息のやり方やってますよ、ね、部屋回るのが早いっすね。 いた、あ、いましたね。この近づいてください。くねくねしてますね。近づいてください。何やってるんですか。くねくねしてます。僕ね、あのね、残念ながらちょっと彼女見るの怖いんですよ。あ、そういうことか。時間稼いでんだこれ。いやいや、もうほら絶対嫌なことするでしょ。見つけたじゃないの。あのね、なんだ襲うの待ってんのこれ。そうでしょ。そうでしょ。僕はボタン押しますよ。さすがにないよ。ああ、よかった、よかった。そういうことか。違う違う、みんなね、分かってない。あの、なるほど。あ、当てられたからね、今そうやったるだけだからね、みんな騙されないで。違うぞ。じゃあタン君、今回はさすがにクリアしないと、誰かが。この動画が、わけのわかんない動画で終わるから。わけのわかんない。そうそう。わけのわかんない動画。あのね、またコメント書かれるからね、また、ザーザーこう言ってるだけの動画じゃん。うるせえだけの。うるせえだけの。ちなみにここからあと45秒くらい画面は一切動きませんよ。多分。そうです、ね。彼は動かさないですよ。でもこれで時間稼いでるんで、その分、時が進むのが。あ、動きましたぞ。これが小山さん。すぐ近づく。あの、天才と凡人の差です。小山さん見てください。なんですか？このタイルがですね、多少パカパカするんですな、グラフィックの都合上。どこのタイル？ほらほら。あれ？ああ、ほんとだ。パカパカ。え、どこどこ？ほらほらほら。あ、ほんとだ。ほら。ほんとだ。どうでもいいわ。ほらほら。ああ、ほら。これは、グラフィックの処理を。どうでもいいわ。どうでもいいわ。まあ、どうでもいいとかじゃないけど。なんか手前のところで突っかかりそうなんで、早めに行きましょう。まあ、5秒ぐらいに、ね、猶予があれば。いいえ、5秒ぐらい猶予が、あのね、はい、はい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 、ここがクリアと。で、あと探して、で、実はですね、はい、同じ場所に普通に湧くんですな、これ。え、はあ、じゃあ毎回違うわけではないんですね。毎回違うわけじゃないんですね。あー、じゃあ本当に全部ぐるぐる同じ部屋見ないといけない。部屋を切り替えて切り替えて全部の部屋に行く必要はないと。あそこ、いや、全部の部屋に行く必要があるんですよね。そうですね、全部の部屋は見て回らないと。で、ちなみにまだ確認はできてないですが、はいはいはい、地下室に湧くこともあるんで。え、でもあそこ降りたらもう戻れないでしょ。あそこには降りちゃダメです。あそこから降りるとエミリーがあの問答無用で遊びに来ちゃうんで。あ、まだ。本当ですか。この時間でも。この時間でも確か。おお。で、これでまた30秒ぐらい。もう嫌な時間も演出しますね、本当に。まあさすがにね、あの 100% 必ず成功ではないからね。
地下にでも分かれたらどうすりゃいいんですか？地下に分かれたら地下に行くしかないんで。でも地下に行ったら出るんでしょ？シャープ2か3かぐらいで地下室一応紹介したんですよね、僕。はいはい、してました。地下室に行くための階段は秘密の。え？してましたね。穴降りるやつでしょ？そうです。いや、そこの穴じゃなくて別に。4、3、2、おい。そんなこと言ってました？多分動画を見返していただければあったはずです。違うんですよ、小山さん、シャープ2で僕らやったじゃないですか。はい、ね、まあ、ギャーギャーワーワー言って、はい、で、じゃあ、おいちゃんさんが最後に来て、はいはいはい、で、まあ、最後、おいちゃんさんがプレイしたんですよ。しましたね。そしたら、パーってゆっくり行っていただいて。これをやると。おぉ、なになに、なんじゃこりゃ。おぉおぉ、そうでしょ。一応ね、こっちの地下にも湧く可能性があるみたいな話は聞いたんだ。ファ、待って待って、ま、めちゃめちゃ怖いけど、ここめっちゃ、これはやばいよ、これ無理。いや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 、怖い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 、完全に廃墟じゃないですか、これ。え、もう戻っていいんですか？ただね、いないんだよね。やばいな、意外と時間足んないかも。あー、じゃあやっぱ上にいるんですかね。うん、上にいるっぽいね、今。あ、結構時間がシビアだな、やばいな。大丈夫か？はい、大丈夫。あ、いた！いるもんなぁ。いるもんなぁ。いるもんですね。マジか！最後の5時、6時なんてあの地下室行くんじゃないでしょうね。もう無理ですよ、あんなとこ行かされなら。あ、バリバリあの地下行きます。マジっすか？キャー！てか、地下行かないと多分エミリー見つけられないです。あ、そんな難しくなるんですか？あ、いた！こりゃ、嘘でしょ。60秒。待つの？お待ちください。ちなみに、これもう話しても大丈夫。ちょうど60秒で終わる。は？え？あと6分だから。あ、もう数えてた今。うん。数を。ほら。小山さん、わかりますか？小山さん、わかりますか？僕らがギャーギャーワーワー言ってる間に、冷静に秒数まで測っていらっしゃる。彼はもうストップウォッチまで起動させてますよ。だから、これがやっぱり、おいちゃんさんと僕らの差ですよね。これはね、圧倒的な差が。これで間に合わなかったら面白いですよね。あれ、おかしいな。やめてください。やめてください。それだけはやめてください。おおー、やったー！ 5 時だ！ 5 時！ 5 時！やったー！ラスト1時間。すごい、もう外はもう明けようっちゅうぐらい明るくなってくる時間ですよ。うわ、やったぜー。やったー。カウントは？おおおお、え、うそ、待って、嘘でしょ、またカウントあんの、嘘でしょ、ちょっと待って待って待って、ピエロあれかい、秒数が伸びて地下も行かなくちゃいけなくてみんな出てくるってことかい。ちょっと待って、それそんな無理だ。しそんな無理でしょう。ですよね、あの人形がいるってことですね。そうでしょ。人形たち出てきますよ。あ、エミリー、エミリー、エミリー、違う違う違う、女の子、少女。なんで無視するんですか？あの女の子はね、この話だとね、もうね、無視してないとね、やってらんないんですよ。え？でも、見つめてないと襲ってくるでしょ？いや、ね、結構部屋を切り替えてれば、そんなに追いつかれる心配はないんですよ。あ、そうか、彼女はそうか、走って、彼女もまあ、小さいおじさんと一緒にこっちに近づいてくるんですね、徐々に。そうですね、近づいてくるタイプなんで。部屋を移動せば大丈夫か。あ、ここ、あ、いたいたいた。あー、いましたね。嘘でしょ。ただね、エミリーが間に合わないんだよね、結構。エミリー？もう25秒ですもんね。あの、本人、女の子自体、あの、人形じゃない本人。あ、が、あ、彼女を沈める方法はこの秒数以内に見つけるっていうことですね。マジで？マジです、おすっげえ、フルコンボで。あ、後ろか。あー、ダメだ、女の子がいない、エミリーがいない。あーもうこれを5時、6時はやんなきゃいけない。無理でしょ、無理ですよこれ。嘘でしょ。うわー、忘れた。完全に忘れてた、最後にエミリー。だから4時、5時は簡単って言ってたんで。はい、練習みたいなもんだったんですね。次回から地獄です。さすがにタンもあのプレイできないですね。さすがに私もプレイできないです。でもみんなできないです。はい、締めてください。まあ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 、このように我々のこの3人の力で、はい、もちろん4時5時の壁をクリアと。よしよしということで、まあこのまままあ次回もですね、続いて5時6時もまああっけなクリアというところでございますので、皆さんまた見ていただければと思います。ゲーマーケットでは
毎日ですね。ほぼ毎日ですよ。ほぼほぼここが大事でございます。だから、ま、なかったとしても怒らないでください。ほぼ毎日17時からあの動画を配信しておりますので、皆さんまたエミリーもやりますので見ていただければ幸いでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日はここで大丈夫ですね。以上でございます。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。 GM コイン